ハロー YouTube! 下ネンツカのニュースの猫側にゃ今日もね、東部ブがやるニュースをお送りいたしますあの人の最新の姿が、かけがえがないと、まこちゃんの記者会見の中では大事バイデンと、今朝は、かけがえのない あ、そっざいです。あーはダメなよ。まこちゃん、今年もよろしく。今日はですね。配信バージョンの師匠。そして、日本がとんでもないことになっているという、いつものやつを話していきたいと思います。つってね、ということでね、やっていきましょう。アメリカで一番偉いっぽい男。で、おなじみ、梅之助師匠でございますけども、最新のお姿がやばいと、闇の者たちの間で話題です。これですって、んーっつって、目がクワってなってる。この人が別人とかっていう陰謀論やめてもらっていい いややお前と米さんんが悪の元凶なんやけどまあ、これがね、最新の怖い顔を作ってみたっていうメイクアップアーティストの遊び心なのか、最新オムーゴなのか、いや違うと、これは、怪現例の顔ですどういうこと 戒厳令の顔ってどういうことク怖い！これです、ね、そういうことなんです。実は、アメリカは今、戒厳令。しかし、アメリカだけじゃなかった。最近、あの、経済産業省にアメリカの要人が訪れまして、大臣と会談してたんですよ。その時の様子がこれなんですけどね。ちょっと待ってください。これ。こいつ、あれじゃお好み焼きひっくり返して炎上してた。お好み焼きやろうぜ。今の内閣、お好み焼き要素強すぎんこれ。ソースと、ひっくり返すと。 あとはコテからつやかましいわね。ということなんですけどね。お好み焼き2ですよね。お好み焼き2大臣の話なんですけど。この1枚の写真がとんでもないと。皆さん、後ろの旗にご注目いただきたい。アメリカと日本の国旗が旗めいてますけどね。あ、旗だけに。やかましいわね。旗だけに旗めいてますけど。このね、縁取りを見てほしいんですよ。金色のフリンジがされているのです。そう。この界隈では闇のおたしなみとして、金フリンジが大好きな ハタボーたちがいっぱいいるぞハタボーだぞーっつって。 怒られるぞお前この旗を見るとワシャワシャしてしまう。そう、この金フリンジは戒厳令の証って話でございます。まあ、以前からですね、アメリカ合衆国はアメリカ株式会社脱設という説がありまして、実は国の手を成してないって話があるわけですよ。そして、そのことを表す一つの印が国旗に現れてると。アメリカ国旗何パターンかあるんですけども、この金フリンジがあるものと金フリンジがないものでは大きく意味が違うと言われております。金 金フリンジがないものこれはアメリカ合衆国のになる前のアメリカ共和国を示しているとそしてこの金フリンジはアメリカ株式会社を示しているという話なんですよまあ、このね旗の色って合衆国憲法第4条第1項と第2項で記されてるんですけど実はその中にはこの金色のフリンジっていうものは含まれてないんですよね要するに憲法に規定されてない旗なんですよじゃあこの旗は何なのかって話なんですけどアメリカを開拓したのは誰 誰かそれはバージニアカンパニーという会社であるとそしてこの会社は。 南北戦争からアメリカ独立という風うに進んだ歴史の中でそのまま残って存在し開拓したこの会社はその後アメリカ株式会社となったっていう話なんですよねちなみにこの会社の所有者は英国王室とバチカンが持ってるとそしてイギリスの植民地としてのアメリカ株式会社の管理事務所としてワシントン DC というものが置かれたとそしてこの金のフリンジの旗はワシントン DC および株式会社アメリカ合衆国バージニアカンパニーの ものであるとね、公式の場でね、金フリンジがはためいている場合、それは実はアメリカ合衆国ではなくて、アメリカ株式会社の発言であるという、はたぼうたちの闇の心があるわけですよ。闇の心は大切にしていこう、それはね。ちょっと何言ってるかわかんないって話。そして、この金フリンジの旗っていうものは、アメリカ合衆憲法ではなくて、開示法。 アドミラルティ法というものを象徴しているというふうに言われています。それはイギリスの法律なんですよね。要するにイギリスの持ち物であると。そしてイギリスの持ち物ってもう一個あるんですよ。それは 日本です。日本は明治維新以降、実は英国の支配下にあるという話がありまして、その証拠がこれである。長いな、お前。お前前振り今日長いな。すいません。そうなんですよ。実は日本の旗も金フリンジに旗めてると。これ要するに、金フリンジと金フリンジの、ハサミ焼きだっつってお母さんとお母さんの、マつツやかましいわね。 今回のこの西村産業省の要人会談は茶番であるってことなんですよ。日本株式会社とアメリカ株式会社ってこと。もう一つの見方があるわけ。このね、金フリンジ。まあ、日本とアメリカという国ではない別の者たちが国を代表してるっていうこの一枚の写真は実は今日本は戒厳令下にあると。それはアメリカも同じこと。そしてこの顔である。くわっつって。確かにこれ戒厳令の顔だわ。 そうでしょうかお後がよろしいよ。いや、よくないよくない。えー、ちょ、何言ってるかわかんない。最近ね、この西村産業省が、いろんな国の要人と会ってるんですよ。これ、例えばこ、オマーンの要人なんですけど、この時も、旗が金不ンジなんですよ。 ね、そういうことなんですよ。だからアメリカも日本も実はあの者たちの支配下に置かれている駒に過ぎないけれどもこれを今打開しようとしている人たちがいるってことなんですよ。先日下院議長選行われてマッカーシーさんが当格しましたけどその時の当格のコメントが非常に意味深でした。トランプ大統領の指示に感謝しますと。誰も彼の影響力を疑うべきではないと。彼は最初から私と一緒でしたという発言をしたわけですね。途中から自分 の推薦を取り消したまあ実は裏切られたとも言っていいマッカーシーさんとニャントラさんなんですけどこのように感謝の弁を述べているというのは実は裏で何かしらの話がついてるってこと15回も投票が決さなかったのはまあ、ニャントラさんを支持する議員たちの造反があったからっていう話があるんですけれども ま、それもこれも、もともとこのマッカーシーさんが、ちょっとニャントラさんと違う路線で行こうとしてたわけですよね。それだったらお前を選ばせないってことで、あんだけ揉めたわけですよ。最終的になんで話がついたかっていうと、マッカーシーさんとニャントラさんが再度手を組んだからです。下院議長っていうのは非常に重要な職で、大統領継承順位第2位なんですよね。梅之助師匠と紫の人が職務遂行不能になった場合、この人が大統領権限を有すると。そして現在、 会は共和党がししまして大きくねじれたアメリカの国会実はこれからが本当の本番であるとついにあの者たちから権力を取り戻す算段がついたとこれ下院議長マッカーシーさんですけど事実上ニャントラさんが立ったと言っていいでしょうそして先ほど最初の話アメリカは株式会社であり日本もまたそうであり実はその支配の首引きからの脱出 これが長年アメリカで行われてきた戦いでございますと。過去多くの大統領たちが 案の殺されてきましたけど、ほぼ全員がここに抗おうとしてきたからです。ニャントラさんはまだ命を奪われていない。それはまだ天命がそこにあるということ。今実はアメリカも日本も大変な状況にあると。その打開はこの2023年に行われるでしょう。そしてこの顔でクワッつって。<laughs> なんでこんな顔してんのこれ。戒厳令の顔です。風邪ひいてもんねん。いやかましい主席 ばーい。え無言、育児なしねってこといや、それはこれです。それはこれです。ちょ、待てよイけるイけるもう、これ WHO の一番偉い人ですよね。え、違います、違います。そっちじゃないです。大村ー,ー,ーの。愛知県で行われた、パンダちゃんの、ま、あ文化を学ぼうみたいなイベントがあって、ま、あそこに出席したロボコンなんですけど、明らかに、入るって言ったってんだよね。これ、入るって言ったって、これ、相当、つって、相当、つって。なんだただのヘライザー戦闘員か あてまって,思って 今日も一日お疲れ様でした良い夜をお過ごしください,いや年末広島に帰ってましたけど実はお好み焼きを一枚も食べてないんですよね広島といえばお好み焼きじゃないですか食べたかったなと思ってで僕はあのお好み焼きとかたこ焼きとか大好きなんですよでもこれなんで好きかっていうとマヨネーズが好きなんですよねでもなんかこう何にでもマヨネーズかけたいわけじゃなくておことたこ焼きだけは絶対ねマヨネーズでいきたいっていうそういう偏屈マヨラーなんですよでこうマヨラーといえばね昨年亡くなりましたけど渡辺徹さんねももう何にでもマヨネーズを かけるマヨラーで有名でしたけどね。渡辺徹かーつって家族の時間かつって、家族の時間か、どういうこと？これ、随作提供の随作、まあ、どういうこと？渡辺徹、家族の時間ドゥイサク、どういうこ スカもアブガディル、ひと妻の手料理食べたいな。明日も晴れるかな。